結構捨てるって言われたら不安になりませんか？でもさ、じゃあ入試で満点取れんのって話になるわけなんですよ。ああ、確かに。合格点取れなくても別に焦る必要ないんだよと。今合格点取るために何が足りないのか。武田塾チャンネル。まあ、多分一番これの使い方が知りたいんじゃないかっていうものがあるんですけど、何かわかりますか？なんだろう。なんですか。過去問？過去問ですよね。やっぱ、まあ、解けばいいじゃんって話なんですけど、まあ、そうは言っても、でも解いてじゃあどうすればいいのとか、どこの大学解きゃいいのみたいな、いろいろ悩むと思うんで、まあ、ちょっと早いうちにやっとこうと思いますので、それではよろしくお願いします。はい、じゃあ続いてですね、はい。志望校のレベルまで、例えば早慶志望なら早慶まで、ルートが終わったよと、武田塾のルートがね、マーチだったらマーチまで終わったよって時に過去問解くと。もうここはじゃあもう本番のつもりで解いていいんじゃないかっていうふうにそう思います。思うじゃないですか。実はここは大学によって分かれるんですよ。どういうことかっていうと、その大学について特別な対策をしなきゃいけないものがあるケースだと、この時点では合格点を取れる。だけど、何の対策もいらなくて参考さえやってれば取れるものだったら合格点を取れる。要するに、とりあえず志望校まで必要最低限っていうのが、その、ね、ルートのレベルまで終わると揃うわけですよ。ところが、学校によっては当然そこから特化したものが出てくるわけですよ。記述主体の入試だったりとか、めっちゃ長い長文出てきたりとか、異様に難易度高い問題出てきたりとか、それはやっぱり同じような偏差値でも結構学校によったり学部によっても違ったりっていうのが、まあ、いろいろ傾向が変わりますよね。あるから、今の時点でどれだけの点数が取れるのか、で、目標点に対してどれだけ差があるのか、それは何をしたら取れるのかってことを判定するタイミングなんですよね。で、要は合格点に達してればね、別にそれやり込めばいいんですけど、達しなかった場合にまず何を考えるかっていうと、今までの参考書の復習でなんとかなるものなのか、そうじゃないのか。復習で何とかなるか。そう、何でか追も、加しなきゃいけないのか。そう。で、追加するってなった時に、優先度高いものからは追加していくわけです。追加しなきゃいけないものは何か、そしてその優先度は何かっていう。例えば英作文とリスニングと和訳やんなきゃいけないぞと、英語だったらね。どれからやらないの、全部同時にできるのか、それともまず英作文やって次和訳やってなのかみたいなのを判定する。そして、まあ、それを順番決めたら最後、どれを捨てるか。捨てるか。これが実はすごく大事で、結構捨てるって言われたら不安になりませんか？でもさ、じゃあ入試で満点取れんのって話になるわけですよ。ああ、確かにそう言われたら。まあ、捨てるっていう言葉だとちょっと怖いっていうんだったら、一番後回しにするのどこなのかっていう考え方でもいいと思います。最後にやるのは。例えば、今取れるのが5割で7割取りたいって人がね、残りの5割をどこで取るかって話ができるわけですよ。そしたら、その残ってる5割全部取りに行くか、一気に対策するかって言われたら違うじゃないですか。まあ、1割ずつぐらい普通取ってきますよね、そうで順す番に。5個のブロックに分けてみたいな感じでやっていくと思うんで、そのためには何からやっていくみたいなことを決めて、逆に最悪間に合わなくてもしゃあねえからみたいなのを決めるみたいな。で、その上で対策は参考書でやっていくわけですよ。過去問だけやっても対策はできないからね、足りないものがあるっていうことで。足りないものが復習なのか、新しいものなのかで、まずそれは変わってくるし、新しいものやれば、じゃあ何からやってくるかっていうのも決めなきゃ、何からやらなきゃいけないかって決めるし、逆にこれは最悪間に合わなくてもいいやってものも決めなきゃっていう話。だから、この時点での過去問では合格点取れなくても別に焦る必要ないんだよと。今合格点取るために何が足りないのかっていうのを見るために、まず志望校を挑めるんだったら、まず最初にそこを見よう。この時点で合格点は多分取れないよということですね。っていうタイミングになります。じゃあ、その対策終わった後どうするの？それも気になりますね。時間余っちゃうじゃん話だと思うんどうすで、ればいいんでしょうか？次は、その話に続けていきたいと思います。
大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます。イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね早慶、G マーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立こちら竹田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、それぞれ竹田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですねぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。